はい、今日はですね、2023年8月の27日、時刻はですね、1時59分。いやいや、今、あれがほら、竿が上がってきたから、なんか釣れたかなと思ったんだけど、なんか糸が絡んだみたいですね。あ、ここは貝方です。貝方のですね、漁港の横なんですけど、ちょっと下見をしたんですよ。もしあれがよかったらビデオスライダーを下ろそうかなと思ったけどね、港自体がですね、船がこうなんか、上下ゆらゆらってする映像はあるんだけど、なんかね、ダイナミックな動きがなかったんですよ。ですから、まあここはまたこの次の機会にっていうことでですね、今来たところをですね、引き返してるところなんですよ。さっきの動画ですね。いい感じですよ。なんかね、夏の終わりっていう感じですが。ですね、もうちょっと、あ、もうここから出ようか。こっから出ますね。左行きます。ちょっとカメラをまっすぐしますからね。これからですね、桜島に行きます。いや、今日の目的は桜島だったんですよ。なんだけども、途中でですね、2箇所か、まあ今のところは5分ぐらいしかいませんでしたけど、降りて1箇所はビデオスライダーを下ろしたんですけどもね、もう1箇所は昼飯だったんですよ。で、あ、桜島はですね、これまで任せてレビューをしてるけど、桜島側からガンガンっていう感じで撮ったのはなかったんですよね。ですからですね、ガンガンと行くようにしますからね。どっちの方がいいけ？今太陽はどっちにあるんですかね。あ、左だ。太陽左だから、太陽左だから左側に行きましょうね。いや、鹿児島側を見ながら、一個ちょっとカメラ左に行きます。少し鹿児島を見ながら桜島を、回って、で途中で何かあったら降りてっていう感じにしましょうかね。昔ですね、私なんかが中学校の頃までかな、この道はなくてですね、この左側の海岸線をバスがですね、それこそ離合するのも大変みたいな感じで行ってたんですけど、そのバスはどこに上がってきたのかなと今思ったんですけど、ここのね、ああ、今こう左道が見えますよね。この道は今も通れるのけ？左側か、いや、あ、ここに出てくるんだ、ここに出てくるんだ。今度なんかの時通ってみましょうね。通ってみましょう。今左側にこう砂浜があるんだけど、琴あたりに車を止めてって言うと、ここを止めてもいいのかな、今の左側の空き地みたいなところは。いや、やっぱり海岸線もですね、っていうよりも海を撮りたいんですよ。ですから、もちろん安全運転があれなんだけど、ちらっと左側を見てですね、
車を止められるスペースがないけと思って。なかなかないんですよね。あ、話変わりますけど、正面にほら、今噴火口が見えてますね。少し蒸気を出してますけど、これぐらいだとですね、誰も迷惑はかけない、誰にも迷惑はかからないっていう、観光客も喜ぶと、蒸気の噴煙ですね。いやいや、じっくり見るわけじゃないですけど、どっかね、スペースをね、単車の免許でも持っとけばですね、単車で来て道路脇に車をパッと単車を止めてっていうのもできるんでしょうけど。あ、ちなみに昔はここから向こうは海っていうか、桜島は全くの島だったらしいですからね。で、大正3年家、爆発で、溶岩で埋まったっていうのあれですけど、逆にここを橋で渡すようにして、下を何ですかね、昔のように大隅川と切り離すと、そうすると福山とかですよ、あの辺りの今なんて錦江湾の海水が今循環がちょっと弱くなってるけども、それがこう良くなってっていう話もあったんですけどもね、どうなったんだろうか。溶岩道路、今まではですね、ずっとこう通り過ぎるだけだったんですけど、ほら、観光バスが止まるようなところにはちょっと行っていますからね。で、そこからの眺めが良さそうだったらビデオスライダーを下ろします。いや、買い方もですね、良かったんですけどもね、ただね、写真に撮るのは良かったけど、動画をするにはねっていうのがありましたからね。シュルちょっとここで車を行かせますからね。ここあたりから見たったでしょうね。寝台湾って書いてある。まあ、左右にこの松がありますけども、これもあるでしょうね。あ、ちょっとカメラ置こうか。自生したんでしょうね。感心ですよね。溶岩だらけだったんでしょうからね、この辺りはね。あ、ここからね、今桜島ちらっと見たけど、全然ほらほら、なんかとんがってるでしょ、先っちょがですね。あ、ここだ、ここだ、ここ右行きますね。ここも昔なんかの淵同窓会の時に来たかな。
あ、ちょうど今旅行団体客がこう来てますけども、こっから何が見えるのっけ。いや、こっから桜島は見えない。あ、じゃあこの動画はここでですよ、終わって、ほんでもしこの後なんか歩き動画とかなんかした時はこれにくっつけますからね。はい、ということでこの動画はここでお開きになります。ありがとうございました。